皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、今日は宇宙最大の謎、暗黒物質についてゆっくり解説していこうと思うんだけど。そんなありふれたお題なの？あ、いいの？そんなこと言って。何？何か新しい情報でもあるわけ？それは聞いてからのお楽しみだ。なんせ宇宙最大の謎だから。もったいつけてないでさっさと始めなさいよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。で、霊夢はダークマターについてどれくらいのことを知ってるのかな？バカにしないでくれる？ダークマターは宇宙の4分の1を占める物質でしょ。お、その通りだ。2013年に欧州宇宙機関が、プランク宇宙望遠鏡の観測データをもとに、全宇宙の 26.8% はダークマター、68.3% がダークエネルギー、そして残りの 4.9% が原子であると発表しているね。でも、宇宙全体の規模も把握できていないのに、そんなの一体どうやって測ったのかしら？それな。そもそもダークマターっていうのは直接観測されたものではないし、天文学的に考えて、そこに何かはあるように見えるけどなんだかわからない物質に無理やり名前を付けただけの仮説上のものだから、その量を正確に把握しようってのにも無理がある。そうよね。それでも、歴代科学者たちはそれをなんとか数値的に証明しようと躍起になったわけなんだけど、1930年頃からもうすでに、宇宙には観測できない何かが確かに存在するっていう矛盾した説が持ち上がってきてたんだよね。最初にダークマターを見つけたのは誰なの？1933年に、アメリカ在住のスイス人天文学者フリッツ・ツビッキー氏が、ビリアル定理を用いて髪の毛座銀河団を調べていたとき、銀河団の質量が光を用いた観測で導き出される質量と大いに異なっていることが分かったんだ。つまり、予想以上に大きかったってこと？そうだね。この数値の違いが銀河中のミッシングマスを浮かび上がらせることになり、ツビッキー氏は絶対に目に見えない何かがあるはずだと考えたんだね。3年後の1936年には、ツビッキー氏の同僚だった天文学者のシンクレア・スミス氏が今度は乙女座銀河団を観察し、ツビッキー氏同様、暗黒物質の存在を示唆する結果を得たと言われてる。ツビッキー氏はこれらをまとめ、翌年1937年に天文学の査読付き学術雑誌アストロフィジカルジャーナルに発表したんだぜ。この二人が最初なの？これより前にも暗黒物質という言葉を用いられたことはあるようだけど、存在が示唆されたのは初めてみたいだね。1986年に宇宙の大規模構造という大きな発見がなされてから、この構造を説明するためには暗黒物質の存在が必要だったんだよね。その後、重力レンズの発見によりダークマターの存在はより確実性を帯びてきたとされている。重力レンズって何だっけ？重力レンズとは、銀河とか恒星が放つ光を途中の天体なんかの重力がレンズのような役割をして屈折させてしまう現象だよ。ダークマターは顕著にこの重力レンズの作用を引き起こすと言われてるんだ。そこに何かがあるから光が曲がってしまうんだものね。あと、最近の研究では、2013年に世界最大の素粒子物理学研究所とされる欧州原子核研究機構で、マサチューセッツ工科大学教授である中国系アメリカ人研究者、サミュエル・ティン氏率いる研究チームが、国際宇宙ステーションに搭載されたアルファ磁気分光器を使って陽電子を観測したことで、暗黒物質が実際に存在することを示唆する証拠になるのではと言われているみたいだな。陽電子があるとなんでダークマターの証拠になるの？霊夢は、我々の身の回りにあるものすべてが原子でできていることは知ってるよね。そうね。こういう通常の物質っていうのはそもそも4つの異なる相互作用をするんだけど、例えば手に持ったものを離せば地面に落ちていくのは重力的相互作用、髪の毛を下敷きで擦ると逆立っちゃうのは電磁相互作用、それから、天体の中心核で陽子や中性子がバラバラになったりせずにまとまってるのは強い相互作用が働いているからで、反対に弱い相互作用が働いていないと、太陽なんかの核融合は行われなくなっちゃうみたいなんだよね。重力相互作用、電磁相互作用、強い相互作用と弱い相互作用の4つね。そう。そしてこの中で電磁相互作用をしている物体っていうのは電磁波を放射しているから、赤外線カメラにも当然反応するんだよね。もっと言えば物を触ったりした時に感じる触感も、原子同士の圧力によるものなんだよ。ふむふむ。それで？一方で、暗黒物質と名前を付けられた物質は電磁相互作用をしないため、光学反射型望遠鏡にも電波望遠鏡にも反応してくれないんだ。だから暗黒なのよね。そうなんだけど、こいつら重力相互作用はしてんだぜ。なるほど、
近隣銀河の形や星の軌道に影響を与えたりはするものね。そこへ来て、天教授らの研究チームが陽電子の観測に成功したことで、そこには得体の知れない何かが存在するという絶に確実性がもたらされたんだ。なるほどねー。でも、宇宙の中で星とか隕石とか、そういう原子部分を除いた部分ってダークマターとダークエネルギーがあるんじゃなかった？違いは？おお、いいところに気がついたな。ダークマターってのは宇宙のそこら中に塊として存在する物質なんだけど、今のところダークマターの実体として考えられているのは、超大小星粒子ニュートラリーノやアクシオンといった存在の未確認素粒子なんじゃないかという説や、宇宙のごく初期に形成されたブラックホールなんじゃないかという説もあるね。一方で宇宙の 68.3% を占めると言われるダークエネルギーってのは、まるでダークマターと天体など物質の存在の間を埋めるように宇宙全体に均一に存在する物質なんだよ。ああ、なんとなくわかったわ。アイスコーヒーね。は？グラスの中に氷入れてコーヒーを注ぐと、氷たちの隙間にコーヒーが流れ込むじゃない。ダークエネルギーはそのコーヒーみたいな存在かしら？かなり乱暴だけど、無理やり例えようとするとそんな感じかな。でも、ダークエネルギーには、その例えでは説明できない奇妙な力があるんだぜ。どういうこと？現在わかっていることとして、ダークエネルギーには、反重力性を持つ負の圧力があるとされているんだよ。なんなのそれ？ダークエネルギーって、実はまだ比較的新しい概念で、初めてこの言葉が使われたのは1998年だと言われてる。マイケル・ターナー氏がツビッキー氏のダークマターに習って命名したんだそうだ。え、そんな最近だったの？そうなんだよね。1990年代後半になって、アメリカ生まれで現在はオーストラリア在住の天体物理学者ブライアン・P・シュミット率いる、ハイ・Z 超新星探索チームと、同じくアメリカの天体物理学者ソール・パールムッター氏が率いる超新星宇宙論計画という二つの大きな研究観測チームが、地球から遠くにある超新星爆発を観測していたところ、従来の超新星爆発よりも速いスピードでぐんぐん遠ざかっていることを発見したんだ。だって宇宙は膨張してるからでしょ？しかもその膨張速度がどんどん速まってることがわかったんだよ。え？そうなの？実は、それまでの宇宙論っていうのは、宇宙がどんどん膨張していても、宇宙全体の重力のせいでやがてその速度は減速されていくだろうと考えられていたのだが、ここへ来て何かがその速度を押し上げてるってことが推測されたんだよな。で、その何かってのがダークエネルギーだと？そうだね。むしろ、何者かわからないからダークエネルギーと名付けられたってのが順番かもな。宇宙を押し広げる力を持つ何かね。その通りだ。しかも重力に逆らって膨張させるとてつもなく大きな力だ。当然これについても調べられているんでしょ？もちろんだよ。例えば銀河の遠ざかるスピード、すなわち宇宙の膨張率を調べることでダークエネルギーの性質やなんかもわかってくるはずだ。散々膨張し続けても全然減らないエネルギーってのが一体どんなものなのかって想像もつかないんだけど、実はまさにこのダークエネルギーによる宇宙加速膨張を測定するためにダークエネルギー分光装置という観測装置がアメリカはアリゾナ州キットピーク国立天文台の名誉ル望遠鏡に設置されているんだよ。2021年5月から本格的に稼働されているのだが、この DESI は観測開始からわずか7ヶ月という期間で約750万個の銀河の測定を完了したみたいだな。ものすごい仕事量ね。銀河数だけじゃなくて、観測感度や探査領域の広さについても史上最高レベルのデータが得られたと言われてるんだぜ。実際、この DESI による赤方辺位サーベイ観測により、これまでになく詳細な宇宙の立体的な 3D マップの作成に成功したと、アメリカ、エネルギー省ローレンス・バークレー国立研究所が2022年1月13日に発表してるんだそうだ。すごい。あっという間に宇宙地図完成ね。この探査計画は5年間かけて行われるのだが、これからも主に北天から全天の約3分の1の1万4000平方度という範囲にかけて探査を行う予定だから、さらに成果が出てくると思うよ。ええー、すごい。でも、この 3D マップが作られたことでダークマターやダークエネルギーを解明する糸口にはなるんだけれど、まだまだ入り口に立ったばかりだとも言える。厳しいわね。ただ観測に成功しただけじゃ謎の解明には至らないからね。一体これらがなんで構成されていて、何の作用で不思議なエネルギーが存在しているのか、そこを解き明かしていく必要があるよな。科学者みたいなこと言うじゃない。ちなみに、日本でもダークマターとダークエネルギーの正体を解き明かし、
宇宙の起源を研究するためのスミレプロジェクトっていう計画が進められていたんだぜ。そうなの？日本で観測したの？いや、厳密にはハワイのマウナケア山頂にある国立天文台のスバル望遠鏡で行われたんだけど、これに新開発の超光子やカメラ HSC や超光子や分光器 PFS なんかを取り付けて、詳細な観測が行われたんだ。それで、暗黒エネルギーの正体は暴けたわけ？東京大学の下部理数物連携宇宙研究機構、東北大学、イギリスのバーミンガム大学、台湾の中央研究院が参加した研究チームが、スバル望遠鏡の観測データのうち50もの銀河団のデータを用いて、宇宙空間におけるダークマターの密度分布を求めたところ、これがいわゆる冷たい暗黒物質、コールドダークマターモデルの予言と一致することが確認されたのだが、コールドダークマターモデル？暗黒物質ってその正体はまだ全然謎に包まれてるけど、ある程度性質は分かってきてて、速度分散の激しい熱いダークマターと、比較的穏やかな冷たいダークマターがあるとされてるんだ。この研究で冷たいダークマターの予測図と実際の分布が重なっていたことから、少なくともコールドダークマターに関しては存在の証拠をつかんだことになるそうだよ。日本の研究も頑張ってるわね。この研究はまだまだ他の銀河に対しても行われるだろうから、さらに新しい発見がもたらされることになるだろうね。さて、今日は宇宙最大の謎、ダークマターとダークエネルギーについて見てきたけど、どうだったかな？宇宙の 95% がほぼ謎の物質に埋め尽くされてるって考えたら、ある意味途方に暮れちゃうわ。ところで、ダークエネルギーが宇宙の膨張に関与してるってのは分かったけど、もしそれが間違いないとしたら、今後ダークエネルギーの宇宙全体の割合が増えていくことになりそうじゃない？それについても難しいところで、ダークエネルギー自体が膨張しているのかとか、膨張によって宇宙全体の構成密度はどう変化しているのかとか、ダークマターとダークエネルギーの性質をもっと解明していかないと測りえない部分ではあるよな。何かこう、ブレイクスルーが近い将来に起こるといいわね。そしたら宇宙の謎が一気に解き明かされるかもだな。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。